ナイス。はい、こんにちは、こんばんは、ゆうなです。では、二の国、シャープ3、やっていきましょう。第2章、エヴァンの国。守護神と契約だって。なんだ？ほう。守護神は王の証、民に知らしめるために。うん。お城くらい大きなものもいるって。ん？そうだよね、王だったらすでに契約が済んでる。あ、まあ、1ヶ月前に父上が亡くなったばかりだから守護神をまだ契約してないって。ああ、受け継ぐ儀式をまだ済ませてなかったんだ。どうなってんじゃん、その守護神は。え、どうなってんの？あ、契約したの？誰かが。キリンみたい。やっぱりボロネール王国守護神ベルガ神は私を王と認めた。これで私は正式にこのボロネール王国の国王となったのだ。重大重大。いや、悪いな。中大が王になっちゃったんだ。なあ。玉神塚。ふっ。どの国にも属してない守護神と契約する。よし。あ、もらったやつだ。あ、ねえ、もらったやつだね、アンから。ああ。今度やっと戦ってくれるって。エヴァンずっとさ、端っこでビクビク震えてただけだもんね。やっと戦う気になったぞ。よし、じゃあちょっと装備を。ああ、ローランがセットしてる。せっかくさ、やっぱあれだよね、主人公だから操作しないと、エヴァンを。オッケー。このでもマント安っぽいなヒーローマントみたい。あ、テレスポット、テレポかな。あ、テレポートが使える。やっぱりね。自分が触れたことのあるテレスポットじゃないといけないんだ。城の外から出てくことがなかったの。うん、なるほど。で、これでテレポートできる。テレスポットに行って、
え、テレポートマップに追加されている。了解、オッケー。こういうの便利だよね、やっぱね。テレポートできないやつだと移動だけでめっちゃ時間かかる。お、いいね。あー、ワクワクする。キャワキャワ見てこれ、やっぱかわいいな。この姿かわいい、何回見てもかわいい。油断するなよ。さあ、モンハンと比べてすごい爽快なんだけど。技術とかいらないな。よし、あ、そのうちね、標的出てくるかもしんないけど。お、100ゴールドゲット。いくぞ。ウェイ、ビクトリー。あ、また宝箱あった。よいしょ。5マント待ってよ。装備をちょっと見るか。お、バックアタックされた。バックアタックしてくるんだ。準備はいいか。逃げれないね。よいしょ、ビクトリー。オッケー。そうなんだ、逃げれないんだ。逃げててもバックアタックされる可能性がある。やっぱり来た。バックアタックしてくるよ。フーダのため、フーダのため、どこだ。お、ちょっと待って。ん？あれは？わ、なんかおばちゃん。どうした？なんかいっぱい釣れてる。何かぶってんだこの帽子。うざったいやつだね。おお。エヴァ、助けて。気が強い。強えおばちゃん。鳥、飛ぶ敵ね。空中攻撃、オッケー。うん、行こう。オッケーオッケー。遠距離武器ね。了解。ほい、行くよ。おいしょ。お、あ、飛んだ。なんか両手に斧持ってんだけど。また来るよ。怖い。あ、なんかみんなで邪魔してくれてる。あんたたち、どうやらこの子たちが妖精みたいなやつだね。一緒に戦えば心強い味方になってくれる。仲間になってくれるやつ。ふにゃ、ふにゃたちに近づけまる。ふにゃっていうらしい。ふにゃが助けてくれる。妖精なのか？今だよ。今だよって何？何これ。よいしょ。なんか言ってくんないの？あ、待って、スキル使えたやん。あの、スキル使わんかったな、ね、今マーサお礼もしたいからうち寄ってって。なんかおいしい、なんかおいしい お料理作ってくれそうなおばちゃん。誘われたら行っちゃうよね。狭いとこだけど上がってちょうだい。この家とね、
人間の比率がおかしいな、絵の。人間でかすぎ。おー、めっちゃふにゃかな、いっぱいいるんだけど。かわいい。頭からキノコ生えてる。おい、なになに、皿を持ってって、鍋で。なになになに、なんか継ごうとしてんのかな。まったく、山菜摘みに行こうとしたの。うん、生き物というより自然。この子たち。そうね、風や水や火。へえ。自然。あら、空賊たち。空賊がいるの。どうしても行かないといけない、ま、マジかい。マジかい、はい、マジです。マジかいって。え、自然を連れてっていいんですか。かわいい。やば、もうぬこ耳にこのなんかわけわかんない自然に妖精みたいなやつに、もうめっちゃ楽しいやんこれ。このおばちゃんは何者なの。正義のルークス、正義のルークスが仲間になった。へえ。攻撃力と防御力、うん、攻撃力はわかるけど、従えるフニャが多くなる。フニャを育てるまめになんかつけなきゃダメなのか。性格があるらしい。なるほどね。特技と命令スキル、コストに注意しよう。了解。お、正義のルークス、ファイター。へえ。ドッカンキャノン、これどうしたらいいんだ。これ勝手に使えんのかな、ちょっとよくわかんない。ポワバポワ、火つけてんの。かわいい。なんかよくわかんないけどめっちゃかわいい。これ欲しい、買ってママ、これ欲しいよ。よし、では谷を目指すか。お、待て待て、テレポ。オッケー、またこのマーサの家にはまた遊びに来れるよこれで。お、待て、宝箱。何あれ、ドラゴンいるんだけど。え、レベル50、絶対戦っちゃいけないやつ、やばっ。指輪、炎の指輪。火属性か、近距離攻撃をアップ。今ここか。この洞窟入ってみるか。なんかあるかな、洞窟。お、なんか落石狙えそうな結晶が上にあった。ビクトリー。よし、宝をボコ、宝をボコ、オープン。せせらぎのミスティックワンド。お、強い。これやな。なんか扉あるんだけど、あれ何？ちょっと待って、一回セーブするか。なんかわけわかんないもんがある。
え、なにこれ、鍵がかかってる。よし、ここだね。フーダの谷か、フージャの谷か、どっちか。なあ、玉神塚がある、うん、この奥に。そうなると船が必要だな。空賊にどうにかしてもらおう。空賊を仲間にしてさ、どうにかしてもらおう。おい、天空の毒蛇って言われてる。やば。ステレポベッド。お、ありがとう、女神の涙。ヒールドロップ300ゴールド。なんか道端にいろんなもの落ちてんな。キュアバイタル、お、ありがとう。ドシーハンバーグ、うわ、おしちりハンバーグ食べたい。よう、誰お、なんか大きいな。ほう、あ、行商に。ああ、へえ、ゴロネールで商売してたんだ。お、あなたはエヴァン様ですかい？生きておられたとは。リーフブックでは死亡説が多かったので、俺もてっきり亡くなられたものとばかり。リーフブックって何？リーフブック持ってない、持ってない。便利グッズ？ホットな商品なんだろう。セールストークが出てしまいました。売ってんの？あ、情報端末のようなものだって。じゃあスマホみたいな感じ。なんとお値段たったの10万ゴールドですが、エヴァン様も何かと大変な状況です。調子ただでいいです。わ、いいやつ。めちゃくちゃいい人じゃん、この人。笑っとるで。リーフブックを手に入れた。ありがとう。これが王のパワーか。また来てください。王の圧に負けた？リーフブック、リーフブック、あー、なんか iPad みたいな感じ。これパッと見てると、でもなんかリーフブック、ああ、いらっしゃい。どう考えてもなんか SNS 的な感じなんじゃないの、リーフブックって。これなんでさ、1ゴールドのやつがあるんだ。え、なんでこんな安いの。これ転売するだけで儲かる。転売屋として生きていくか、王子。王子じゃなくて王様か。何？え、なんか回ってる。何これ。あ、四つ葉の、三つ葉か、クローバープロペラクローバーだって。おい、道ぶさを食ってる場合じゃん。本物は初めて見たよ。やば、厳しいな。いいじゃん、ちょっとくらい和ませてあげても。ほう、お、すごい、なかなかの絶景だね。 おすごい、なんか恐竜の背中みたい、この山。骨あるね。あ、じゃあ見た目に反してめっちゃ弱い。ビクトリー、いっさ、ほいっさ、いっさ、ほいっさ。
油断するなよ。了解。油断しません。強え、これスキル強いね。ビッグドリープ。結構あちこち歩き回って、壊れちゃってんの？橋が壊れちゃってる。え、何、どうにかしてくれんの？こっちへ。てんぽもちこっち行ったの？こっち来いって言ってんのかな。行くか。これ何？絶対これ関係あるでしょ。あのクローバー怪しすぎる。キノコだったら飛び跳ねれそうだけど。待って待って、フーニャちゃん待って。何？あ、なんか光ってるな。なんか宝埋まってんのこれ。え、なんかめっちゃここ掘れワンワン的なやつ。おお、何やってる。うわ、なんか生まれた、枝豆みたいな生まれた。踊ってる。あ、こいつを助けたかったのか。かわいい。なんだこのゆるキャラは。ありふれた杖を手に入れた。なにこれ、お礼なの？お礼の印に杖くれたのかな。なんだろうこれ。めっちゃどんな顔したらいいかわからない笑顔してる。困った笑顔してた。風？うわっ。お？あ、風起こしの号令を覚えた。おい。おお。うん。アルがやったのと同じだね。これでスキルがちょっとつくみたいなやつだ。よし。ここに？ちょっと待ってよ。ここに風を起こせばいいの？飛んだー。え、めっちゃそれ楽しそう。ちょっと待って待って、私もやる。これめっちゃ便利じゃない？でも相当な速度で回ってるけど大丈夫？このクローバーやばちょっと切れない、体。ほい、気持ちいい。いいねいいね、このシステム。風守りのつむじ風シューズ、つむじ風シューズゲット、ナイス。よし、たら谷を越えないといけない。よいしょ。よし。あ、こうやって右下にふにゃ見れるんだ。気づいてなかった、私。なるほど。さっぽいさ、えっさっぽいさ。どうすんだ、船がなかったら海も渡れないし。ん？うわっ、あ、ムービーだ。こいつらは。あーまあまあ、いや、圧倒的ジブリ感出てきた。これちょ、ラピュタっぽい空賊。この人たち縄張りだったの？空賊ガットだって。わからんな。ねえ、ここ取らなきゃいけないんだよ、本当に。おい、
確かに私たち空飛んでないから領空侵犯っていうのは当てはまらないね。やっぱ殺しちまおうとかってめっちゃ怖い。それじゃあばよ。なんだ。え、味方、味方、味方でしょ。シャーティー、何してんの。なんかそっかの民族みたいな子出てきたな。あんたたち、お頭に無断で手柄をあげようって魂胆かい。え、領空侵犯をする野良の連中には空挺団の賞金がかかっている。それ目当てで勝手に殺したってことになるよね。いや、俺はそんなつもりは。なら、こいつらはアジトに運んでボスに判断を請うべきだね。わ、分かったよ、シャーティ。ねえ、この聞かせがなんかガチだ。いいかな。じゃあ、こいつらを連れて先にアジトに帰ってて。私はこのままもう少し偵察やってくから。このところワイバーンたちの動きも気になるしね。私はシャーティ。お頭は話のわかる人だから心配しないで。なんたって私の親父だから。マジか。え、パパなの？パパが団長なの？ということで無事？無事ではないけど、空賊のアジトまでやってきましたね。大丈夫だよね、主人公補正が効いてるからきっと。おい、こっち来い。おお、ベレー帽のお兄さんに怒られた。おい、いや、この手枷なんかマジックくらいでしか見たことない、この木の手枷。はあ、ガットはでもあの子はお父さんは優しいって言ってたけどね。どんな人なんだろう。ガチガチ、なんか私のイメージでは空賊とかガチガチガチムチっていうイメージ。よし、では次もねこの続きからやっていきたいと思います。ぜひシャープ4もご視聴よろしくお願いします。ゆうなでした。バイニャー。